どうも JPH です。というわけで今日もデケイやっていきたいと思います。すごい怖いけどやっていきますよ。ではですね、この前の確認をしておきましょう。この紙ですね。9と6しか見つけられなかったんだけど、あれ OK、 ここに9があるでしょ。で、次が6がここにあるでしょ。で、あとは96、ここに最後5があるでしょ。もう1個あるはずだよ、この間に。どこだ？965、もうちょっとあるよね。どこだ？あ、1だ。9615。 OK、 9615。 では、あそこに行きますよ。そのなんか開けれるとこあったじゃないですか、ダイヤルで。そこ行きましょう。相変わらず怖いですね。ここはさっきいたところだね。こっちか。そうだね、ここでよ。で、こっちかな、確か。怖えな。ここだね。で、これを変えるんだよ。これいじれる。あ、いじれるね。9615でハンドルを使う。そうすると、おお、紙が飛んだね今。こっちにあるわけじゃないのね。あった、これか。封筒を拾う。封筒見てみよう。血のついた封筒を開きます。血のついた鍵、あれだ、あそこだよ。最初のところのドアだね。ここだね。落ちたよ。何これ、レンガ？メタルブロック。あとはないかな。あとはなさそうだね。 OK。 お？ Find me だって。上、右、右、上だって。謎だね。もう超怖いんだけど、本当に。今の何？超怖いんだけど。もう超怖い、超怖い。もう何もしたくない、ほんと。ああ、怖い。ああ。怖いよ。絶対ブロックここで使うんでしょ。使えるのかな？
これはここでは使用できない。嘘でしょ。じゃあこの find me は上、右、右、上でしょ。左か。どうしたらいいんだろう。ヒント。ん？んで？どうしろと？こっち？戻れっていうの？ここ行け。もう怖すぎるよ。この部屋でもっと調べる必要がある。これか。木のハンドルを拾う。拾ったよ。んで戻れということ。もう超怖いんだけど。うん、違う、高校じゃない。さっきの部屋に戻るべきだ。そう、ここで戻らないと。で、使えるんじゃないかな。ダメ？組み合わせるのかな。あ、組み合わせるんだ。こう、斧にすんだよ、斧にね。これとこれだ。ほら、できた。使う。ほら、使えた。やった。うわ、不気味な穴。お、これあのメモじゃね？でもう何もない。組み合わせるのかな。ダメか。でも調べてみようか。サン、I'm cross サン、ウェディン、怖いよ。うん、怖い。で、どうしたらいいんだろう。あと、あとちょっと分かんなかったとこってどこだっけ。分かんないね。おお、開いたよ。行くしかないよね。母さん、母さんなのだって。お前は一体何なんだ。怖い怖い怖い。同じことの繰り返しだね。だから多分、あ、何何何何、お母さんが知らない人と話すなって言うんだ。だけど君のことは気に入ったよ。母さんが会いに来てくれたらって思うよ。もう長い間会ってないから。待つのは好きじゃない。ここではあまりやることがないから退屈なんだ。ちょっと文句が多すぎたな。でもお客さんが来てくれて嬉しいよ。君のことがとても気に入ったよ。まだ冒険を続けるんだろ。また会うことになるよ、約束だ。で、どうしたらいいの。これか。あなたは誰ですか。君は新しい親友だ。もう開かないんだね。
めっちゃ怖いよね。で次どうする、どうすればいい。まだこの部屋に行けと。奥の部屋に行くの。お、行けるようになってるよ。鍵閉まってたじゃんね。ここしかないのか。行くしかない。怖い。え、行けない。戻ってきたよ。どういうことだ。わかった。ここでこれを使うんだ。あ、戻ってきちゃった。だから上、左、左、上だよ。上、左。あれ？違うね。ってことはこれじゃないんだ。こっちだね。左、上、右、右、右。やべ、超怖え。左、上で、右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 、怖え怖え。右、さあラスト、ここだ。なんで？で、ここまで来たから上、左、左、上か。上、左、左、上。怖え怖え、超怖え、超怖え、超怖え。うわ不気味、うわうわうわ、不気味、不気味、超不気味、超不気味だよ。おう、何、なんて書いてある。タイムイズイリュージョンだって書いてあるね。これぞまさにこの初めに言ったことの夢。他にはなんかないの。ん、なんだこれ。花だ、花の絵。これ拾っとこうね。うん、怖い怖い怖いよ。お、すげえ、一発で戻った。ここに ここまた行けっていうの。あ、でももうここで一発行けるんだ。でどうするの、ここから。あれらの絵をどのように使うか調べる必要がある。なるほど。なんかなんかあんの。でもさ、それってさ、明らかにこれでしょ。これでしょ、明らかに。どう考えてもこれでしょ、これのこと言ってるでしょ。ちょっと待って、もうほんと怖いんだけど。やだ、もう。調べる。燃えてるね。組み合わせればいい。ダメか。この部屋でもっと調べれることがあるっていうの。あ、ここ行けるじゃん。花の絵だ。ん？コインだ。花。だからどうしたんだ。
花だからどうしたって言うんだよ。わかんねえよ。あ、同じ花をやればいいのか。こうすると？何もならないの？違うのかな？これか。ん？でもこれさっきやったやつだよね。こっち？これ？これなのか？違う。これでしょ？これでどうすんだろう？わかんないわかんない。これでどうすんだ？なんかなったかな？多分なったんだと思うんだけどな。んで今度はここだろ？でこれ男見てるでしょ？だからここに置くのはこれだよ。んで、あ、でも目があったな、他にも。ちょっと待って、そこは考えないと、ちゃんと見ないとね。調べる。青年は泣くのか。あ、でも青年が泣いてると男が見ている、月が燃えてる。月はあそこでやればいいでしょ、あの、青いとこ。で、青年が泣いている？あの目のところは多分男が見てるなんだろうな。ってことは青年が泣いているはあの涙のところだね。涙を流さなきゃいけないんだ。だからこれ、この花じゃないんだ。もうごめん、超怖い。 ほら、これ、でも確実にこれ男見てるよな。 でも多分目じゃないんだろうな。多分これは泣く方なんだよ。これだね。よし、行くぞ。もうやべ、超怖い。もうこっから怖い。ねえねえ。ねえねえ。わっ！もうやだ。もうやだ。もうやだ。もう超怖い。月。月燃えてる。もうほんとやだ。もう怖すぎる、怖すぎる。もうなんでこんな怖いの？みんな怖くないの？これ。俺めっちゃ怖いんだけど。もうほんと嫌なんだけど。もうヘッドホン外したよ。もう置いた瞬間何が起きるんじゃないかってほんと思うよ。なんか変わる？なんか変わった？なんか変わった？なんか変わったの？帰れる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 の？帰れないじゃないの。ちょっとごめん、もうこれで終わりにさせて。もうほんと怖い。というわけで GPH でした。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるからぜひそちらもすべてフォローしてみてね。バイバイ。